次に王子正弘議員の質問を許可します。王子議員。一般質問の機会をいただきありがとうございます。通告に従い1回目の質問と要望をさせていただきます。まず1、地域活動の課題解決についてです。私はこれまで地域活動、とりわけ航空コミュニティ、そしてそれを支える自治会の抱えている課題、困りごとに対して枚方市がどのように取り組めばよいか質問と提案を繰り返してきました。昨年6月の定例付き議会において、そうして実現した自治会相談窓口の取り組みについての質問の中で、窓口に寄せられた役員の担い手不足、会員数の減少、役員業務の負担軽減の相談に対して、枚方市コミュニティ連絡協議会と連携し、市内4ブロック単位でそれぞれの地域特性を踏まえた自治会活動に関する好事例や、地域が抱える課題等に関する議論を深めていくとのご答弁をいただきました。では、それ以降、どのような議論がされたのかお伺いします。2、主権者教育については要望のみとさせていただきます。平成27年6月に公職選挙法の一部を改正する法律が成立・公布され、公職の選挙権を有する者の年齢が18歳以上に引き下げられました。国は主権者教育の目的を単に、政治の仕組みについて必要な知識を習得させるのみならず、主権者として社会の中で自立し、他者と連携協働しながら社会を生き抜く力や地域の課題解決を社会の構成員の一人として主体的に担う力を発達段階に応じて身につけさせるものとしています。主権者教育は単に投票率を上げるためのものではなく、若者を選挙に行かせるためだけのものではないということをまずは大前提としておかなくてはなりません。ヒアリングで枚方市は枚方ルールメイキング S のプロジェクトにより、学校の校則やルールについて児童生徒や先生同士が対話を重ね、対話的民主的な合意形成のプロセスを経て、児童生徒自身が当事者として学校、保護者、地域などと協働し、校則やルールを変えることを通して社会参画する力の育成を図った取り組みや、また児童生徒が主体的に仲間と協力しながら現実の社会課題解決に取り組む PBL、すなわち課題解決型学習の取り組みを今年度より PBL チャレンジネットワークを立ち上げ推進しているとのことで一定理解しました。しかし市内すべての小中学校で取り組むには至っておりません。日本財団は18歳意識調査として継続して日本、アメリカ、イギリス、中国、韓国、インドの6カ国の17歳から19歳の男女各1000名を対象にアンケートを実施しています。自分は責任ある社会の一員だと思う。自分の行動で国や社会を変えられると思う。国や社会に役立つことをしたいと思う。など、自身と社会の関わりについての13項目の質問に関する全質問で、日本は2024年の最新の調査までずっと6カ国中最下位です。日本の子どもたちは他国に比べて社会に対しての当事者意識が低いとのことです。学習指導要項では、児童生徒一人一人がより良い生活や幸福な人生を切り開いていくためには、主体的に学習に取り組む態度も含めた学びに向かう力や、自己の感情や行動を統制する力、より良い生活や人間関係を自主的に形成する態度等が必要となるとの記載があります。将来の社会の在り方について、自分ごととして考え、実現のための目標を設定し、そのために必要な変化の実現に向けて行動する態度と、自らの目標や実現のための行動が社会にどう受け止められるかを考えたり、振り返ったりする能力の育成をぜひとも枚方市の教育の柱に据えていただき、すべての児童生徒の社会に対しての当事者意識を高めていただくことを要望といたします。3、道路交通法改正に伴う自転車運転ルールの周知についてです。自転車の安全利用についてはこれまでさまざまな観点から機会のあるごとに質問と提案をしてまいりました。そうして自転車利用の安全のために自転車通行空間の整備等のハード対策、
そしてスケアドストレートや自転車安全運転教室の実施など、ソフト対策の両面から自転車の安全利用に取り組んできていただきました。このような中、今年5月の国会の参議院本会議において、改正道路交通法が全会一致で可決・成立し、16歳以上を対象に自転車の交通違反に反則金を納付させる、いわゆる青切符による取り締まりが2026年までに導入されることとなりました。取り締まりによるルールの徹底は非常に効果的のように思われますが、一方で市民の皆様にはそもそも何が取り締まりの対象になるのか、まずは正しい交通ルールを知ってもらわなければなりません。取り締まる以前に正しい自転車の運転ルールの周知を徹底することこそが重要であると考えます。にわかに起こったこの国の動きに対して枚方市としてどう考えるのかお聞きしたいと思います。そこでまず市内での自転車事故の発生状況について確認ですが、昨年6月議会で我が会派の峠議員の質疑において、令和3年、4年と2年間はコロナ禍からの行動変容も含め増加している状況とお聞きしていましたが、令和5年度の状況についてお伺いします。4、小学校プールについてです。小学校の水泳授業における教員の業務改善や、屋外プールでは猛暑による熱中症リスクや雨天などの気象条件により予定通りに授業ができないこと、施設の老朽化により維持改修費の増大などが課題とのことを理由として、児童の英力向上に合わせて、これらの課題に対応するため、令和4年度から小学校の水泳事業の民間活用が実施されておりますが、私は事業開始前から、市内の民間事業者のキャパでは全体のカバーができないのではないか、まずは全体の計画を立ててから事業を開始するべきとの意見をしてきました。しかし、開始から3年目に入った現時点でも、できるところからやっているといった状況で、いまだに今後を見通した全体的な計画ができていません。早急に学校での水泳授業の運営についてのソフト面や、プール施設の維持管理などのハード面について、今後どのような考えをもとに進めていくのかの方針や、その方針に基づいて具体的な計画を固めるべきと考えます。そこでまず確認しますが、屋外プールを使った授業において、梅雨や熱中症の時期などで、どの程度授業時間が確保できていない、状況があるのか、また、学部の水泳授業での指導や監視などを行う教員は足りているのか、あるいは授業に伴う施設や水質管理など、水泳授業に付随してどのような業務があるのかといった点についてお尋ねします。5、枚方ゼロカーボン推進補助金事業についてです。昨年12月の定例付き議会で、私の一般質問において、太陽光発電設備をはじめとする再生可能エネルギーの普及につながる事業の早期実現を要望させていただき、先の3月定例付き議会では、代表質問での質問に対し、市は2050年ゼロカーボンシティの実現を目指し、枚方ゼロカーボン推進補助金を新たに創設して、再生可能エネルギーの普及や省エネルギーの促進などにかかる取り組みを支援していくことで、市民や事業者の行動変容につなげていくと答弁していただきました。また、補助事業の実施に際し、必要となる財源については、先般、市が環境省に申請していた重点対策加速化事業の交付金採択の内示を受けたと市から報告がありました。今回の交付金に関しては、全国の121自治体がエントリーして、現時点で32自治体だけが採択されたとお聞きしましたが、非常に狭き門であった採択結果については、一定評価をするところです。そこで財源も確保でき、いよいよ補助金事業の実施になると思いますが、本補助事業のうち、再エネの普及と省エネの促進につながる内容について、どれくらいの規模で実施されようとしているのか、改めて確認の意味でお聞きしまして、1回目の質問と要望を終わらせていただきます。野田市長公室長。1、地域活動の課題解決についてお答えいたします。昨年度、枚方市コミュニティ連絡協議会と連携し、コミュニティ自治会にアンケートを実施した上で、課題解決に向けたブロック単位での意見交換を行いました。意見交換では、
現役世代や若年層に活動に参加してもらう方法とは、自治会加入率低下を食い止める方法とは、会長や役員への業務の集中を防ぐための負担軽減策とはの3つのテーマで議論が行われ、活動を仕事や家事に影響が出ない程度にする、役員の負担を減らすため業務の内容を見直す、今までの慣習にとらわれず必要のない業務は削減するなどの事例が挙げられました。田村土木部長。はい、次に3、道路交通法改正に伴う自転車ルールの周知についてお答えいたします。令和5年に枚方市内で発生した自転車に関連する事故の発生状況につきましては、令和4年に比べ事故件数は30件増加の334件、負傷者数は32名増加の329名となっており、全国や大阪府が全体の傾向と同様に増加傾向が続いている状況です。また自転車が関連する事故による死者は令和4年5年ともに発生しておりません。新保学校教育部長。はい、次に4、小学校プールについてお答えいたします。まず屋外プールによる水泳授業における授業時間の確保状況についてですが、多くの学校において水泳授業前に各学年の割当表を作成し、その計画に沿って水泳授業を行っております。しかし悪天候や高温の影響で全ての水泳授業が計画通りに行うことは難しく、他の学年が入らなかった日や予備日へ時間割を変更するなどしながら授業時間を確保しているという現状があります。また水泳指導や安全監視など教職員の配置、水質管理などの授業準備等にかかる教職員の業務については、水泳授業ではクラス担任が主に指導を行いますが、安全確保の観点から担任以外の教員が応援に入ることがあります。また水泳授業を行うためには、事前にろ過装置やポンプの作動、水中塩素濃度等の測定、薬剤の投入等、教員には授業に付随したさまざまな業務があるものと認識しております。金石環境部長。はい、次に5、枚方ゼロカーボン推進補助金事業についてお答えいたします。今回実施を予定しております補助事業では、令和10年度までの5年間で再エネの普及に向けまして、家庭向けの自家消費型太陽光発電設備と蓄電池をそれぞれ400件程度、事業者向けの太陽光発電設備を40件程度補助していく予定でございます。また省エネの促進に向けましては、高ジェネレーションシステムおよび高効率給湯器を同じく5年間でそれぞれ435件程度補助していく予定でございます。大地議員。それぞれにご答弁ありがとうございました。それでは2回目以降の質問と要望をさせていただきます。1、地域活動の課題解決について、昨年からこれまでご答弁通り取り組んでこられたことは一定理解しました。しかし上がってきた事例を今後どのように生かしていくか、課題が明確になっている今、今後の取り組みが大切であると考えます。まずは意見交換で上がった事例については整理を行い、コミュニティ、自治会の皆さんに共有すべきだと思いますが、どのように対応するのかお伺いします。野田市長、高市長。対応としましては、アンケートや意見交換で報告のあったコミュニティ、自治会の運営に役立つ事例を枚方市コミュニティ連絡協議会と連携して作成しております広区コミュニティ協議会運営ハンドブックおよび自治会運営ハンドブックに掲載しております。ハンドブックは市民活動課で配布しているほか、市ホームページで公開しております。大地議員。事例についてはハンドブックに掲載し、市ホームページで公開しているということです。しかしただそれを見てくださいというだけではなく、収集した事例を活用しながら課題を抱えたコミュニティ自治会を支援していくべきだと考えます。今後地域活動の課題解決に向けてどのように取り組んでいく考えなのかをお伺いします。野田市長、高市長。地域活動の課題解決に向けた取り組みとしましては、枚方市コミュニティ連絡協議会と連携して実施しておりますコミュニティ自治会運営の支援相談窓口およびコミュニティ自治会運営懇習会において、必要に応じて収集した事例を紹介しながら対応してまいります。またブロック単位での意見交換についても、昨年度の議論を踏まえ担い手不足や負担軽減などの課題をテーマとして継続的に取り組んでまいります。大地議員。
収集した事例の紹介やブロック単位での意見交換について、昨年度の議論を踏まえ、担い手不足や負担軽減等の課題をテーマにして、継続的に取り組むということですが、地域活動の課題解決に向け、事例の紹介で良しとするのではなく、市としてさらに取り組んでいかなければいけないことがあると思います。総務省の地域コミュニティに関する研究会の報告書には、自治会活動の持続可能性を高めることは、地域住民、行政にとって重要な課題といえる、そのためには自治会等の自己改革を自助努力に委ねるだけでは解決が難しく、負担軽減や地域課題解決のサポートなど、自治会等との関係性に関する市区町村側の改革も必要となるとありました。そこで意見交換を行う際には、今までの枚方市の姿勢から一歩前進して、課題解決に向けて市に取り組んでほしいこと、平たく言うと、市がどんなことを支援すれば、自治会コミュニティ活動がうまく回るのかを聞かれてはどうかと考えますが、見解をお伺いします。野田市長、高市長。本市としましては、地域でのまちづくり活動を担っているコミュニティ、自治会に対してさまざまな支援を行っているところですが、地域活動における現状や課題などを踏まえ対応していく必要があると考えております。そうしたことから意見交換にあたりましては、議員お示しの点も踏まえ対応してまいります。法事議員。ぜひよろしくお願いします。私自身も地域の方々から活動に対する負担の声を多く伺っております。コミュニティ自治会は実質的に運営されていることは認識していますが、市としても地域で安全安心なまちづくりを行っておられるコミュニティ自治会活動の重要性を今一度認識していただき、コミュニティ自治会の自助努力に委ねるのではなく、行政としてどうすれば地域活動の課題解決につながるのか、どんな支援が必要なのかという枚方市として積極的な姿勢で意見交換に臨んでいただき、その上で課題解決につながる実効性を持った支援を行っていただくよう要望いたします。次に3、道路交通法改正に伴う自転車運転ルールの周知についてです。本市の自転車事故は増加しているとのことですが、確かに令和5年は大阪府全体で見ると220件増加しています。しかし、減っている自治体も多くある中、枚方市は30件も増加しています。一概にコロナ禍での行動変容だけでは片付けることができない状況です。令和2年まで年々減少し、令和3年から増加に転じたことを重く受け止め、今回の道路交通法の改正を受けての周知の徹底とともに、今一度自転車の安全利用の取り組みを進めなければならないと考えます。そのためには現在の取り組みを見直し、さらに効果的なものへとしていかなければなりません。そこでまず、枚方市の小中学校において、自転車に関する交通安全教育にどのように現在取り組んでおられるのか、開催回数と内容についてお伺いします。新保学校教育部長。各学校においては、交通安全教育の取り組みを効果的に推進するため、児童・生徒が被害者にも加害者にもなることのないよう、交通安全教室や自転車交通安全教室等を活用しております。小学校においては、全校で第3学年、第4学年のいずれかで必ず1回実施、中学校においては、全校で第1学年で1回実施しております。内容については、小中学校ともに実際に自転車を利用している状況を想定した体験型の安全教室や、DVD や講話を中心としたクイズ形式で行っております。また、小学校においては、自転車交通安全教室終了後には、体験した学びがより深まるよう、正誤を問うテスト形式の効果測定を実施し、自転車安全免許証の交付を行ったり、中学校では自転車での部活動引率の際、ヘルメットの着用を義務付けたりすることで、児童・生徒がより主体的に安全意識を高められるよう取り組んでおります。大地議員。中学校においては、コロナ禍で亡くなったスケアードストレートの全校実施の代わりに、DVD を利用した安全教室が中学1年生を対象に実施されているとのことですが、自転車の事故が交通ルールを守らないことに起因していることを踏まえ、今回の道路交通法の改正による処罰の対象が16歳以上であることを考えると、命を守るという観点から、15歳までに自転車の交通ルールを学んでおかなければならないと考えます。
特に中学生に対して交通ルールの定着や危機意識の醸成を図るためには、少なくとも毎年度、各学年で自転車安全教育を実施することが有効であると考えますが、教育委員会の見解をお伺いします。新保部長。学校では子どもたちが主体的に交通を含めた安全に対して意識を高く持ち、自らの命を守る行動を取ることができるよう取り組んでおります。中学校では先ほどご答弁いたしました第一学年の交通安全教室に加え、第二学年以降において安全教育として中学校学習指導要領、保健体育編、保健分野、障害の防止で交通事故の要因について学ぶ中で、歩行者、自転車、自動車が安全に通行できる社会のために、学校や地域ができる取り組みや対策について子どもたちが主体的、探究的に学んでおります。また改正された道路交通法をはじめとした交通ルールについても学び、第一学年時の自転車交通安全教室での体験学習を補完する形で学びを深めるよう指導してまいります。大地議員。ぜひそのようにお願いいたします。学校でできる取り組み対策について、子どもたちが主体的、探究的に学んでいるとのことですが、16歳からは交通ルールにのっとった自転車の利用をしなければ処罰の対象となり、反則金を支払わなくてはならないわけです。知らなかったでは済まされないことになるということですから、しっかりと交通ルールの周知につながる取り組みをお願いいたします。では次に、特に自転車の事故に関して20代から50代の事故が非常に多いことを踏まえ、今まで交通安全教育、その中で自転車にかかる交通ルールを学ぶ機会が少なかった方々に対して、いかに効果的な周知啓発を行うかが重要になると思います。そこで枚方市として自転車にかかる交通ルールの周知をこれまでどのように取り組んできたのか、また今回の道路交通法の改正を受けて今後どのように取り組んでいくのかお伺いします。田村土木部長。議員お示しのとおり、自転車には多くの効果があるだけでなく、幅広い世代の方々がさまざまな活用されていると認識しています。そのような自転車ルールの周知啓発につきましては、幅広い世代へ浸透するようにポスターやチラシに加え、広報誌やホームページ、 SNS などの多様な啓発媒体を活用して取り組んでいるだけでなく、姿勢情報モニターやデジタルサイネージを用いた自転車利用誤則などのルールやマナーを伝えるコンテンツを発信するとともに、春と秋の全国交通安全運動期間などの各種キャンペーン等においても自転車交通ルールの周知啓発を実施しているところです。今後もこのような取り組みを継続するとともに、法改正による自転車事故の抑止効果も合わせ、地域や警察、大阪府などの関係機関との連携を強化することで、自転車の安全利用並びに事故防止に向けた交通ルールの周知啓発に取り組んでまいります。大地議員。最後は要望とさせていただきます。今までも取り組んできていただいた自転車の安全利用に対する周知徹底や安全教育の推進ですが、学校、地域、警察との連携強化ももちろん大切なことではありますけれども、今回は新たに取り締まりの対象となる交通ルールを周知することが大切だと考えます。枚方市として、例えば保育園の送り迎えに自転車を利用している方々に、新たに交通違反の対象となる交通ルールの周知に取り組むなど、あらゆる機会を創出して、改正された道路交通法の具体的な周知に努めていただき、自転車の事故を減らす実効性を持った取り組みをしていただくよう強く要望させていただきます。次に、小学校プールについて2回目の質問以降の質問をさせていただきます。先ほどは各学校における水泳事業にかかる運営面での現状を確認しましたが、教員には事業以外にさまざまな負担があるとのことでした。では次に、施設面において学校プールの老朽化の状況と、老朽化が進む学校プールの維持管理費用の増減についてお尋ねします。中村都市整備部長。はい。学校プールの老朽化等の状況でございますが、令和5年度末時点で小学校44校の学校プールのうち60年以上が経過しているものが5校、50年以上60年未満のものが16校となっており、施設の状況に応じ、ろ過装置の整備や小規模な修繕等を行いながら維持している状況にございます。次に、維持管理費用の増減につきまして、過去3年間におきまして、プール防水の全面リニューアル工事などの大規模な改修工事を行っていないこともあり、例年2500万円程度となっており、大きな変動はございません。
宝珠議員。築後50年を超えるプールが44校中、約半数となる21校あるとのことです。ここまで学校水泳授業における現状を確認してきましたが、こういった中で令和4年度から一部の学校において水泳授業の民間活用を開始されましたが、民間活用ができている学校とできていない学校では、実際の水泳授業においてどのような違いが出ているのかお尋ねします。今市総合教育部長。はい、民間プールを利用している学校とそうでない学校での水泳授業の違いについてですが、過去に民活実施校で実施した検証結果では、児童の泳力についてはスタッフの人数や専門的な指導により児童の泳力向上につながっているものと感じております。また、教員の授業運営の面においても、授業の準備や入水しての指導が不要になったことにより、他の授業等の充実につながったという意見が大半を占めております。また、民間施設を利用することで既存の学校プールの維持管理が不要になったといった違いもございます。一方で、民間施設までの移動距離が必要なことから、授業時間が有効に活用できないといった点や、水泳指導は民間スタッフが行うものの、成績は教員がつけることから、民間スタッフとの連携に工夫が必要となるなどの違いがございますが、民間活用に移行した学校では、おおむね効果の面が勝っているものと考えております。ここまでの質問では、小学校の水泳授業の現状などについて確認をいたしましたが、本授業の今後については、令和5年2月開催の教育子育て委員協議会で、施設の定休日等を活用した現状の体制では、全校分の受け入れは困難との見解が示されました。それでは、現時点で小学校の全児童の何割程度が民間施設を利用できているのか、また今後、何割程度まで利用が可能になると見込んでいるのでしょうか。いずれにしても、全校分の受け入れが困難ということであれば、今後の選択肢の一つとして、新たなプールの配置、設置についても検討すべきだと思いますが、現在の検討状況についてお聞かせください。今市部長。今年度、新たに公立小学校と試行的に一部の学年に限定した施設利用を行う川越小学校を加え、施設利用が小学校44校中12校となり、本市の全児童の約 24% が民間施設での水泳授業を受けることとなります。今後、どこまで利用が可能となるかの見込みについては、現在、各事業者への聞き取りを実施しており、今後の受け入れ枠の把握に取り組んでいるところでございます。また、新たなプールの設置の検討については、現在整備中の金谷小学校にはプールを設置しないことなども踏まえ、金谷小学校移転後の跡地活用も合わせて、プール活用の可能性などを調査しているところでございます。大地議員。私としては、金谷小の跡地に新たに屋内温水プールを新設することに対しては、先の代表質問の時にも申し上げましたが、こういううちを業者に無償で貸与する代わりに、屋内プールを整備してもらい、金谷小を含む周辺の複数校の水泳授業を委託し、その収入と自らの営業収入などで運営してもらうことにしないと、温水プールには莫大な建設費用と年間維持費がかかります。枚方市がこの温水プールを建設し、維持することは絶対避けなければなりません。将来的には同様の手法で、市内の各エリアに拠点となるプールを設置することで、市全体をカバーしていくといったことについても、この手法に関しては絶対に守るべきと考えます。先日、町田市の築後30年を超える市立南中学校の温水プールを視察してまいりました。町田市は市内中学校3カ所に温水プールを設置してきましたが、その莫大な維持費に今後は増やすことは考えないとのことでした。その代替案として、温水設備を持たない屋内プールの整備をしていくとの計画を今年3月にまとめたそうです。学校のプールを使用しないとの考えに基づいて、民間プールの活用を現在進めていますが、民間プールの使用が限界に近づく状況の中、今年度に計画を作成されるとのことですので、その中で屋内プールの学校設置など、ハードの整備を含めて検討してはどうかと考えますが、見解をお尋ねします。今市部長。はい、現在実施しております各事業者への聞き取りについては、すべての学校での民間施設の活用という基本的な考え方を踏まえつつ、今後、現状の定休日の活用などにとどまらず、活用が可能な民間施設のコマ数の把握を目的としており、その結果を踏まえ、受け入れ枠が不足する場合は、ご指摘のような移転後の金谷小学校のプールを活用し、複数校の水泳事業を委託するなどによる全校での実施
置の可能性の検討などを必要と考えております。議員からも課題も含めてお示しのあった市が温水プールを整備する考えは現時点ではございませんが、同校プールの活用の検討にあたっては民間プールによる温水プールの整備運営といった手法なども含め、今年度の本事業の今後についての計画を作成する中で、ソフト面ハード面からさまざまな方策を検討してまいります。法事議員、2回目の質疑でも学校プールの老朽化の現状は確認しましたが、このままでは今後ますます50年60年を経過し、不具合が生じる施設が出てくることになります。民間施設の活用や金谷小学校跡の活用などの取り組みと並行し、市として学校プールのハード面の整備も検討が必要ではないでしょうか。その際に既存の屋外プールの場合、過去の答弁では設置時に約2億円の経費がかかると聞いております。屋内の温水プールの場合、他市の事例では約1700平方メートルの施設で約 12億5000万円と試算されている事例もあり、市が整備をするにはあまりにも負担が大きすぎます。しかし温水でなくとも屋内のプールであれば、雨や強い日差しが避けられるとともに、従来の屋外プールより長い期間水泳事業に使用することが可能です。整備に従来の屋外プールの倍の費用がかかったとしても、2校から3校で共同利用することでランニングコストなども含めて経費縮減が図られるのではないでしょうか。このような考え方も踏まえ、市として今後の学校プールの在り方について、多少学校プール設置方針といったものを策定してはどうかと考えますが、見解をお尋ねします。今市部長、はい、小学校における水泳事業の民間活用の今後の考え方を取りまとめる上では、学校プールのハード面での維持管理コストは重要な要素であると認識しております。現在民間事業者に対して民間施設の活用拡大、移転後の金谷小学校のプール活用などについてヒアリングを実施しており、この結果を踏まえ、今年度に今後の水泳事業の在り方を検討していくこととしており、その結果、今後も既存の小学校プールを使用した水泳事業が継続するとなった場合には、議員お示しの学校プールの整備についても検討していく必要があるものと考えております。法事議員、最後は要望とさせていただきます。本事業も開始から3年目を迎え、このまま計画もなく、5年、6年と経過するようなことになれば、民間スタッフの指導で英力を向上させる児童がいる一方で、入学から一度もそういった指導を受けずに卒業していく児童が出てくるといったことも考えると、平等性の点からもスピード感を持って、今後、計画的に事業を進めていく必要があると考えます。現時点では答弁にもありましたように、まずは令和3年度に定めた考え方に沿って、すべての小学校で民間活用を図るとの方向で検討を進めておられることは一定理解しますが、もしそれができないとなった場合には、私から提案させていただいた既存学校プールの計画的な整備、統合なども検討していただきたいと思います。またそのためにも、民間による拠点となるプールの整備の検討なども含め、早急に計画を作成いただくとともに、事業を進めるにあたっては、他の自治体の先進事例なども十分に調査した上で、従来の施設の維持管理費用との比較においても、コスト削減につながるような取り組みを検討いただきますよう要望いたします。次に5、枚方ゼロカーボン推進補助金事業についてです。先ほどの答弁では、再エネと省エネにかかる補助金事業を、今年度から令和10年度までの5年間実施するとのことです。先日、交付金の内示を受けたばかりではありますが、事業の速やかなスタートを期待するところではあります。そこでお聞きしますが、市はこの補助金事業をいつごろから実施する予定なのかお伺いします。金瀬環境部長。はい。本補助事業の財源にあたる環境省の令和6年度地域脱炭素移行再エネ推進交付金重点対策加速化事業の採択にかかる内示を5月24日に受けまして、6月13日付で国へ交付申請を行ったところでございます。今後国から交付決定通知がありましたら、速やかに本補助事業の要項等を制定していく予定で、市民や事業者の皆様には8月から9月頃を目途に事業開始のお知らせができるよう手続きを進めていく予定でございます。法事議員、市民や事業者の脱炭素に対する意識の醸成と行動変容につなげていくためにも、本事業の取り組み、趣旨を広く周知していくことが、事業効果を最大限発揮できるかどうかの一番大切なところであると考えます。今回、対象とする太陽光発電設備などは、工務店や設備会社などに、
工事を依頼されるパターンが多いかと思いますので、市民はもとより工務店などの設置事業者にも本事業の十分な説明が必要だと思いますが、市の見解をお伺いします。金瀬部長。議員ご指摘のとおり、本補助事業の周知に関しましては、対象設備を購入される市民や事業者をはじめ、対象設備を販売、設置工事を行う事業者の方々にも、補助基準などの詳細な内容を正確に把握していただく必要があるものと考えております。そのためにも、本補助事業の実施に際しましては、市民の皆様には広報ひらかたや市ホームページ、SNS 等を活用するとともに、事業者の方々に対しましては、北大阪商工会議所や市内の事業者138社と本市で構成する地球温暖化対策協議会のご協力も得ながら、幅広く周知を行っていきたいと考えております。最後は要望です。この枚方ゼロカーボン推進補助金事業については、私はかねてから申しておりますとおり、市民一人一人の脱炭素に対する意識を高め、より多くの市民や市内事業者の行動変容につなげていく大変重要な施策であると考えておりますので、地域脱炭素の実現に向けて、より効果的な周知方法と申し込み手続きの簡素化を図る検討をしっかりと進めていただきながら、早期の事業スタートを要望させていただきまして、私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。これにて王子正弘議員の質問を終結します。